どうもー影やんです。今日はですね、えー、3年後までに結果を出すということについてお話ししたいと思います。うんそうですねあのー、まずね、えー、僕、まあ、個人でね、えー、一人でこう商売というか商売商売なんですけどあのー、お店をやってるんですけども、えーまあ、3年後までに結果を出すのはなこれ えのみに関わらずとということですね今自分がやってる商売のみにかかわらず、えー、3年後までに結果を出そうとしていることが、えー、いくつかあるということです。で3年後までにこう結果を出すためにですね、えー、今取り組んでこうちょっとねこう試行錯誤ずっとしている状態であって、えー、そうですねあのー、まあどう言ったらいいんですかね えー、まあ例えば野菜を作るとしますよね野菜を作るときはまずは、えー、土を耕しますいや、まあま土地を探しますほんで、えー、土を耕しますほんで種をまきます、えー、水を与えますほんで日をああのー、光日、えー、を当てる日、えー、の光を当てたりしてほんで育っていくと。 とということでちょっと時間が、えー、かかるとまあすぐにこう芽が出る場合もあるんですけども、えー、時間がかかるものもあったりこうしますで、えー、秋からね、えー、その育てていってやっと春にねいちごが咲いたりこう春キャベツができたりとかこういうふうになってくると思うんですけども、えー、そういうことを考えるとですね僕は3年後ぐらいになるともうある程度の結果が出てるんじゃないかなというところで。 考えていますそれはもちろん今のお店のこともそうです。で今のお店に関してはですね、その去年のね、えー、7月ぐらいですかね、それぐらいにちょっと電話番号を変えなければいけないことがあったんです。で、えー、前の電話番号から今の電話番号に変えるきっかけっていうのは、そのソフトバンクの携帯にこう変えたソフトバンクとワイ Y モバイルね、格安の。 格安スマホの方に携帯を変えた時にですね、えー、その回線をね NTT からですねそのソフトバンクに変えるとですねいろいろこう安くなるんということがこうセットした方が安くなるっていうことをやったんでそしたらですね、えー、電話番号を変えようということで変えてその代わり、えー、お店のね 電話番号は変えたたくなかったんでそれはもちろんそう,だそうなんですけども電話番号変えたくなかったんでですねえそのえ電話会社にですね問い合わせてほんでえ電話番号を変えずにできますかとソフトバンクのあれに回線変えますけど大丈夫ですかって聞いたらえ大丈夫ですとこう言っていただいたんで,ん,でんで安心してソフトバンクに家の電話番号を変えました。えてですね、 えー、店の電話番号が使えないことが分かったんですねで、えーまあ、Y モバイルの方にそれでそのもう使えないんでそ,のそちら側はもうもう一回なんかいろいろんかややこしかったんで、えー、そちらはもう解約してですねソフトバンクの番号をもらうようにしたんですねでそれをお店の番号に今の番号に変えているということをしたんでその去年の7月からどういう,どう,いうんですかねリスタートしたような感じになって。 るんですね、僕ののお店っていうのは。だから、えー、それまでこう来ていただいたお客さんはその昔の電話番号しか知らないのでですね、えー、もちろん案内はね、えー、送りましたけどもですね、えー、全員には送らずですねえー、とリピートされたお客様のみにこう送らせていただいている形にさせていただいたそれもね、えー、はがきで送ってもうそのね送ったんですよねほんで送 で、それからねあの電話番号が変わってお店にね直接こう来ていただいたお客さんが何人かおられるんです「電話繋がらへんぞ」って「その潰れたと思ったぞ」とかこういろいろ言われたんですよ。でその方もねそのハガキを送っていたんですけどもやっぱりそ,のそういうまあしっかりそのまあそこまで気にしてなかったらまあ その自分に当てに来たお店のはがきいうのはそんなにこう見,てな見なくてっていう形ですよねほんで電話番号が変わったっていうことを伝えたんですけどもそれがこう伝わってなくてですねそのまあ言ったお店が潰れてると思ってる方も結構おられるかなというところですね。 まあ、去年の7月からリスタートさせてこうまだコツコツとちょっと今、えー、売り上げを伸ばしていってる、えー、状態であります。でそれがですねまあまあ3年後というか、えー、去年から去年の7月から3年後というふうに考えるとですね 今年の7月で1年経って来年の7月で2年その再来年の7月ぐらいにはもうある程度の結果が出てるかなというところではあります。それは和、えーまあえー、のお店に関して にについいてはそういう,ふうに感じますで、えー、他のことですね他のことをこうやっていこうというふうに考えていることが今いろいろ考えているといか実際いろいろやっていることがあるんですその体のこともそうですし、えーまあ、武道ね空手とかそういうこともそうですしあのー、空手に関してはねその、えー、3年後までに結果を出すっていうことなんですけどその一応ね、えー、黒帯ということですね黒帯が3年後までには 取っていこううかなと空手に関しては黒帯取ってからがスタート、えー、リスタートさせる状態黒火まではまあ修行、まあ、黒帯になってからも修行期間ではあるんですけどもそ,のそれ以降がこう本当のこうスタートかなと思ってるんで、えー、3年後までにはまあ黒帯はこう取ってしまうという形ですねある程度の形を作るということです。ほんでえー、売上に関してですねその えー、一人雇って、えー、両親もしっかりと、えー、あの養うというかその、まあ、年金ももらってますけども、えー、年金をもらわなくても生活できる状態にしてで一で人雇う状態にして、えー、まだ、えー、生活ができる貯金もできる状態を作っていくのが、えー、3年後までにしようというふうに考えていますで。そのためにいいろいろとこう えー、今こうやってるとこですねまああの土を耕している状態ですねほんで種をまいてる感じですがまあまあまだでも土を耕している状態ですねそれでそこからこう、えー、種をまいて、えー、水をやってで花が咲くっていうとこまでの方が、えー、早いかなと思ってますその えー、土をねしっかりとね耕さないとですねなかなかその、えー、野菜って育たない僕自分で今野菜作りちょっとやってますけどなかなか土のあれ関係でなかなかこう。 ちゃんと育たない、えーまあ、光もしっかり当たらなかったりとかいろいろあるんですけどもその水やりはねしっかりするんですけどもねだから結構土耕すのが大事やな耕すとか土自体のね、えー、質っていうのが大事やと思ってるんで、えー、その辺をこうしっかりとこうやっていこうというふうに考えております。えー だから僕がやるべきことはそのやれる範囲、えー、自分の活動できる範囲の幅を広げるためにですね、えー、エネルギーをこう高めてこうそういうのがこう分散してもこうしっかり集中してできる状態にしておく、えー、もちろんね、えー、マルチタスクじゃなくてですねシングルタスクというか一つに集中してやらないといけないというけ意見がですね意見というかそういう考えがですね えー、セオリーなんですけども、えー、僕もね、えー、年齢的なこともありますしやりたいことがたくさんあることもありますし、えー、もうマルチタスクでやっていこうというふうに考えておりますこれでね、えー、どこまで言おうかなと思ってるんですがまあまあうんで3年後からスタートさせることもいくつかあるんですよねでそれもこうしっかりとやっていこうというところですだから えー、まあ第2の人生と言っていいか第3の人生第4の人生か分かんないですけどそれがまた50ぐらいからこうなってくるかなと今47484950そうですね50ぐらいからこうもう一回こうしっかりとこうスタートさせて大きくこう開いていくかなというふうに考えておりますということで今日は3年後までに結果を出すということについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます